す。黒羽ね、さっさとやっちまおうよ。邪魔するとお前から殺すぞ。残念、そんな簡単には死ねないぜ。案外しぶとかったね。木の葉か。カマキってやっぱり超イケメン。ちょっとちゃんと護衛してよね。うるせえガキだな。おい、その箱、護衛をつけるほどの美術品って。これは古い壺だよ。壺ね。高え美術品は買うくせに服は買わねえのか。カワキのことだが。うまくやってくれるといいが。俺はあいつならできるって信じてるってばよ。どうした？隣国の森で忍びによる事件と推測されます。すでに6人が犠牲になってます。犯人はまだ捕まってねえ。十分警戒してくれ。はい。一足遅かったか。国に入る前に追いつくぞ。家畜警備って文句言わない。だからって俺たちがなんで D ランク任務なんだよ。でもたまにこういうのも楽しいよね。あいつらは目的ではない。気がついた。あいつらから血の匂いがした。なんか嫌な予感がするってばさ。こっちで間違いない。この辺で一休みしよう。カワキ、お昼は？持ってるわけねえだろ。はい、いっぱいあるからあげる。お前、マジでいいのか？お腹空いてないし。おいしいだろ。この葉の隙を見つけて仕掛けるぞ。しまった！なんだ？これで最後だ。最後ってみんなを殺したのか？落ち着け。誰かわからない相手に闇雲に動くな。秘術受血結界。あいつらの始末はお前に任せた。待て！体が勝手に。何すんだよ！よく気づいたな。あの血の糸に秘密がありそうだぜ。この中からは誰も出られやしないって。ジュジュマルの結界から無事に出られた奴はいない。町長、行けるか？肉弾戦車！向こう突破。強引に破壊したからって無駄だよ。あれ、お前が血で操れるなら俺は影で操れるんだぜ。あっちの命は地下台に預けてんの。一人じゃできねえこともある。少々、もしかを頼む。お前から死ぬ。レディのボディに何すんのよ。クソが。医療忍術。お前忍びだったのか。どういうことか全部話してもらうぞ。てめえ、さっさと話せよ。僕の先生は大名に仕える医療忍けど、大名のやり方が許せず、あと少しで開発成功という時、大名から命を狙われるかもしれない。先生、行かせてください。先生は身を隠すために地下に潜伏して患者の治療を続けていた。なんでお前たちまで殺すんだよ。大名たちは僕たちの薬を自分のためだけに独占しようとしてるんだ。バネたちに襲われ、僕の仲間は全員殺されてしまった。てめえ、なんでそんな大事なこと先に言わねえんだよ。と高額の依頼料になると思ったから。なお金持ってなくて。分かったよ、俺は行くぜ。隊長として単独行動は許可できない。これは命令だ。
俺はまだ忍びじゃねえからな。命令とかか。どけよ。お前。また影で縛ろってか。傷ついた仲間を放っていくのか。お前ら、里に帰る。姉とはここでお別れだ。